ハドリアノスのローマ帝国の地図。現在のポーランドにあたるビスワ川川口あたりに、ゲピダイの文字があり、そのあたりにもともとゲピド族が住んでいたと見られている。ゲピド族、またはゲピード族は、東ゲルマン系のゴート族の一種族で、アッキラの死後に、粉族を打ち破ったことで歴史に名を残している。他にギバー、ゲパンダとも、ゲピド族の国家は一般にゲピリア、または、 ゲピド王国と呼ばれ、現在のルーマニア、スロバキア、ハンガリー、セルビアのあたりにあった。ゲピド族についての最古の記録は、紀元260年のもので、ゴート族によるダキア侵略に参加し、歴史家ヨルダネスの生きていた6世紀中頃にはそこに、定住していた。ヨルダネスのゴート氏によれば、ゲピド族の名は彼らがスカンディナビアから遅れて、 移動してきたことに由来するという。前にも記したように、コート族は、王、ベリフに率いられ、スカンザの島を三隻の小船で船出し、対岸のゴティスカンザに到達した。三隻のうち一隻は、他の船よりも船足が遅く、そのことから、部族名が名付けられた。ゲパンタは彼らの言語で、遅いを意味する。ゲピド王国の最大藩と、ゲピド族は、もともとは、 ビスワ川川口近辺に住んでいた。ビスワ川は、ポーランドのカルパティア山脈を発して南から北に流れている川である。ヨルダネスによれば、ゲピド族はビスワ川川口の島に住んでおり、その島をジェペディオスと呼んでいた。その後、南へと移動していく。最初に名を残した王、ファスティ川人々を戦争、そしてその領土の一部をゴート族に要求したが、 ゴート族は戦いでその要求を跳ねつけた。ゴート族と同様、ゲピド族はアリウス派に回収している。375年、ゲピド族は東ゴート族と共に、粉族に征服され、忠実な進化となった。オーアルダリックの下で、ゲピド族の戦士たちはアッティラの軍団に加わり、カタラウヌムの戦いに参戦した。決戦の前夜、 フン族に従うゲピド族とローマ帝国に従うフランク族が遭遇して戦いになったという。ヨルダネスによれば1万5千人の戦死者が出た。このような従属関係は王と王,王との個人的な関係に依存したもので、453年にアッティラが亡くなるとゲピド族などがフン族に対して反旗を翻した。アルダリック率いる同盟軍は454年。 ネダオ川の戦いで、紛族に打ち勝った。この勝利の後、ゲピド族は、カルパティア山脈に定住地を勝ち取った。しかしネダオ川の戦いから間もなく、ゲピド族と東ゴート族の競争関係が再燃し、504年にテオドリックによって、定住地から追われることになった。ゲピド族は、ベオグラード周辺の肥沃な土地に住み着き、537年に勢力が最大となった。 短期間だがシルミウムを首都としたゲピド王国が成立し、その王国ムンドが独自の金貨を造兵したこともある。546年、東ローマ帝国はランゴバルド人と手を組み、ゲピド族をその地から追い出そうとした。552年、ゲピド族はランゴバルドのアルボイーノニアスフェルドの戦いで大敗を喫し、567年、ついにランゴバルドに征服された。 アルボイーノは、クニムンドの頭蓋骨で作った手配を作らせたが、そのことがもとで、クニムンドの娘ロザムンダの送り込んだ暗殺者によって、殺害された。パウルス・ディアコヌスによれば、ゲピド族の多くは、アルボイーノに従って、イタリアに向かったが、残った者も,も多い。630年、歴史家テオフィラクトス・シモカッタが記録したところによると、東ローマ帝国の軍団は、 アバール人の領土に入ったが、アバール人には遭遇せず、ゲピド族に遭遇して3万人のゲピド族を捕らえた。ソルノクのティサガーカハンでの近年の発掘調査で、アバール風の衣装を着た、当時のゲピド族の貴族が見つかった。服装品にはゲルマン風の衣装もあった。ルーマニア、クルージュ県のベラーハで、2004年8月に6世紀の、 物とされる202個の墓からなるネクロポリスが見つかった。85%の墓は埋葬された時代に洞窟されていた。残っている副葬品としては陶器、製陶器、武器などがある。ミューターカーシービュー類で見つかったネクロポリスからも多数の副葬品が出土している。他に次のようなネクロポリスがある。ありがとうございます。